そこで待つんだ、マスターファブリシオ。ファブリシオが吸血鬼を脅迫しているという可能性は？彼にはいくつも欠点はありますが、その可能性は皆無です。彼は今の地位を与えた私にずっと忠実でした。彼の父親は一族の資産を使い果たし、息子に残したのはワインの知識だけだったのです。ファブリシオは私がカステルラベロの世話役に任命し、地位を与えるまで物乞いとして暮らしていたのですよ。どこから始めましょう。まずは樽が全て揃っているかどうかね。これが在庫台帳よ。醸造人の日誌、発酵は問題なく完了。沈殿ラインの上に穴を開け、樽詰めについて、これだ。一見したところ、日誌に特に不審な点は見当たりません。では別の手がかりを追わないと。ベノワはシミが1269年のものだと言った。それを見つけましょう。ありました。1269年。それで空の樽があるか確かめましょう。開けるのですか？まずは叩くだけでいいわ。空っぽの音がしたら探し物が見つかったということよ。いっぱいだ。中身が詰まってる。いっぱいだ。これもいっぱいだ。いっぱいだ。これもいっぱいだ。樽は全部いっぱいのようです。手詰まりのようですね。確かにいっぱいね。問題は中身がサングリールなのか。木槌とコックを持ってきて、一つずつ開けて味見をします。始めるとしましょう。これでよし。おどきなさい。どうです？かすかにスモーキー、強い渋み、間違いなくサングリールよ。ひどい。何ですかこの安物は。熟成しすぎたのでは。ありえません。これはワインとは呼べない汚れた残りカスです。それがなぜ樽に入っているのか。それが偶然あるはずはありえませんね。マスターファブリシオの言い分を聞いてみましょう。マスターファブリシオ、失望しましたよ。ですが閣下、私は。あなたの首は皮一枚でつながっています。正直に話せば切らずに置いてあげましょう。
話します。私はサングリールの樽を売りました。お許しを。なぜそんなことを。提示された金額があまりにも莫大で我慢できず、つい。私が与えたものでは不足ですか。いいえ、ただ一族の土地を買い戻したかったのです。ここでは本当に私のものなど何一つありません。住む場所と食べ物はあっても領地がない一族などいましょうか。すべてお話しします。ご慈悲をかけてくだされば。誰にワインを売った。数週間前にフィザントリー邸で裕福な貴族が寄ってきました。外交官で宮廷に知り合いが多いとか。彼は一緒に事業を始めようと私に持ちかけました。サングリールの一滴に目がくらむような額を払う顧客がいると。彼が仲介するはずでした。男の名は。明かしませんでした。背が高く黒髪で異国風の言葉遣いをしていました。確かシントラの出身だとか。宮廷にシントラ人の貴族はいませんね。本当に誰にもバレないと思ったのか。バカだった。大バカ者だ。どうか閣下お許しくださいませ。ワイン自体はどうやって渡した。アストルトリデの廃墟で闇に紛れて落ち合いました。十数人の男が受け取りに来ました。うさんくさい感じの武装した男たちです。私はいつもそこに樽を一つ運び込み、彼らが荷馬車に移し別々に廃墟を後にするのです。本当か。それから見ていないんだな。はい、ただ数日前に使者が来ました。また一樽買いたいとのことで。準備は整っており、あとは届けるだけです。十分だ。必要なことは全て分かった。閣下どうかお許しを。消えなさい。ダミエン、マスターファブリシオを地下室へ連行しなさい。罪を償わねばなりません。大虐罪です。次はどうするの。罠を仕掛けワイン泥棒を捕らえます。そのシントラ人貴族が誘拐犯かもしれません。私がワインをアストルトリデに運びます。ダミエンたちには援護をお願いしたい。いいだろう。言われた通りにしよう。準備ができたら知らせろ。待つ理由はない。取り掛かろう。すぐに出発してお前が着く前に配置に着く。荷馬車で来い。現地で合流しよう。よし、受け渡しが始まったら俺の合図を待て。どうどう、待つとするか。今日も時間通りだ。やつじゃない。遅いぞ。素早く動け。
合図を待つ約束をしていた気がするがな。臨機応変というやつだ。いい腕だ。反応してくれて助かった。あれがないとどうなっていたことか。構わんさ。いい戦いだったな。どうにか悪党の一人を捕らえたぞ。話を聞いてみよう。行くぞ。待て、ウィッチャー。お前を誤解していた。まあ、俺を信用する根拠はなかったからな。そうしてもらおうともしなかった。確かに可愛げがあるやつではないな。ともかくお前の活躍には感謝している。心からな。閣下のもとへ行こう。近くでお待ちだ。待て、来てるのか。この私があなたたちだけに任せるとでも思って？1分1秒を争うこの大事な時に。その捕虜を連れてきなさい。いくつか質問させていただきます。ダミエン、始めなさい。誰の差し金だ？犬って名前のやつさ、お前の母ちゃんとやったそうだ。もう一度聞く、誰の差し金だ？お前の母ちゃんの浮気相手だよ。待って、話したくないなら結構。協力してもらえる手段ならいくつか思いつくわ。ボークレールの怪物をおびき寄せる餌が必要なはずでしたね。なんだと？普段ならこういう種類の餌は使いませんが、今回に限り例外にするとしましょう。必要なことをして任せたわ。ダミエン、部下に丈夫な縄を用意させてくれ。こいつを木から吊るしても切れないものを。縄？生き餌は怪物をおびき寄せる最高の餌だが、嗅ぎつけられるよう血の匂いが必要だ。なんだと？やめろ！よせ！やめさせろ！わめくな。体力を残しておけ。長い夜が待ってるんだ。いやだ、やめさせろ。話す。樽をどこに運ぶ予定だった？知らん。ダミエン、やはり縄がいる。本当に知らない。リーダーのホルニッツだけが行き先を知ってた。だがあそこで死んでるあいつだ。最初の樽は港の倉庫に運んだ。だが今回がどこかは知らない。本当だ、信じてくれ。誰に雇われた？え、奴に殺される。今は俺の方を心配するべきだ。そいつは誰だ？話せ、白状しろ。シントラ人、そう呼ばれてる。会ったことはない。だがこの悪事のために人を集めたことは知ってる。俺たちはシントラ人のために働いている。そう聞かされたんだ。他には何も知らない。誓うよ。連行して地下牢に入れなさい。裁判を待つがいいわ。ダミエン、町へ行きます。部下を集めてそのシントラ人を探し出しなさい。手がかりを探すのです。はい、閣下。何か分かり次第宮殿に報告いたします。宮殿には戻りません。任務はまだ終わっていないのです。ウィッチャーと私は港のそばの監視所で待ちます。町へ行きましょう。遅い。大丈夫、必ず来ます。知りたいことがあるの。なぜそれほど冷静でいられるの？人間らしくないほどに。変異の副作用です。ウィッチャーは焦燥感に駆られません。彼の身に何か起きていたら。ダミエンは自分の面倒を見られる男です。だとしてもそのシントラ人はただのならず者ではないようです。衛兵の目をかいくぐり、まんまと公爵系用のワインを盗み出した。私たちがそれに気づけたのは運が良かったからでしょう。
しかもその男は吸血鬼に殺害対象を指示している。あのような怪物を脅すとは、その男にはよほどの自信があるはず。誰でも過ちは犯すもの。シントラ人はサングリールを盗んだ。それが奴の過ちです。ですが、ワインのシミを見つけていなければ。確かに運が良かった。それでもまだ奴が誘拐と脅迫の黒幕かどうかは分かりません。殺人犯であろうとなかろうと、そのシントラ人を見つけねばなりませんね。もし奴が手を下していなくても、誘拐犯を知っているかもしれません。殺害を命じたのが誰かを知ることは問題の一つでしかありません。同じくらい重要なのは、なぜ彼らが。誰が来ます？ダミエ、ずいぶん遅かったわね。待っていたのですよ。例のシントラ人は一人ではないようです。どうやら我々の相手は組織のようです。我々を襲ったのも素人ではありませんでした。部下の一人は腕を折り、もう一人は足をやられ、二度と歩けないでしょう。それと町の噂では、お前に高額の賞金がかかっているぞ、ゲラルト。よくあることだ。狙われるのは初めてじゃない。まったくお前は。まあいい。ワインが届けられた港の倉庫を発見した。それから誰が人員を雇ったのかが判明したが、それは身代わりの物乞いでした。物乞いはすぐに洗いざらい吐きました。フィザントリー邸の外で会った男から金をもらって仕事をしたと。そして幸運にも、宿屋のウェイトレスがシントラなまりで話す貴族にワインをこぼしたことを覚えていたんだ。どんな外見だ？ハンサムで、ヒゲがあったことを覚えていたくらいで、役には立たなかった。だが男が連れていた女性をはっきり覚えていた。顔を知っていたからです。シントラ人と一緒にいたのはセシリア・ベランテです。歌い手の？聞き覚えがあります。とても才能があるとか。そのものです。すぐに彼女の家へ行きました。セシリアは不在でしたが、使用人に聞き込みをしました。女中の話では、セシリアは今夜その紳士と会うそうだ。彼をザ・マンドラゴラ主催のパーティーに招待したらしい。ザ・マンドラゴラというのは？地元の芸術家のクラブ、グループよ。画家や彫刻家、吟遊詩人や踊り子の。初耳だ。わざと神秘的な雰囲気を醸し出した一団で、まるで選ばれた芸術家たちだけの特別な集団かのように振る舞っている。時々夜会を催すの。招かれるのは裕福なパトロンだけ。皆が精巧な仮面で現れ、あとは七肉林よ。その集会に紛れ込み、シントラ人を捕らえなければならないようだな。同じ考えだ、ウィッチャー。部下を集めて建物を取り囲む。ネズミ一匹すら逃げられんだろう。不可能よ。もしシントラ人の手下が本当に町中にいたら、気づかれてまた逃げられてしまう。公爵のおっしゃる通りだ。出席者の人混みに紛れた方がいい。元よりそのつもりです。と申しますと？ゲラルトと私が参ります。私のような者の助けが必要でしょ。集会の場所は？ザ・マンドラゴラはいつも同じ場所に集まるの。ホートビル、上流階級のみが住む地区よ。ふさわしい服を着なさい。それからホートビルのペテンシ通りで会いましょう。念のため、見張りを倍にするべきだな。